テンスラのちょっとした小ネタ、アニメ第25話と第40話、シオンのメモ帳の中身が映るシーンがあります。その中身がこちら、リムルの落書きです。仕事する気皆無でリムル愛が強すぎるポンコツ秘書のシオンは可愛いですね。